えー、日本が将来発展途上国になったら中国から OTA もらえますかもらえなかったら不公平だと思うんですがどうなんでしょうかもらえません不公平ですけどもらえません <laughs> えっとまずそもそも GDP2 位の中国が OTA であの発展途上国ということで日本がお金を払ってるという時点でもう明らかにおかしいんですよ でそので要は発展途上国にお金を払うんじゃなくて中国にお金を払うという利権を持ってる人はそれをやってると中国の人に感謝されて中国の人からの何らかのリターンがもらえるんですよね。なので日本の税金を中国に払い続けるっていう団体が自,自民党の中にはいらっしゃってもうさすがに減ったのかなまだいるのかな。 っていうののがあるのでなのでその発展途上国だからお金を払うんじゃなくて中国にお金を払うことで中国からのリターンを得たいという方々がまああのの皆さんんが投票しした人の中にいいいらっゃゃるっていうことなんじゃないかなとなななじか思います <laughs>、まあ、例を挙げるとあの秋葉さんとかいう人が中国の企業から100万円ぐらいあの賄賂もらってあの捕まってたりしますよね。っていうので割とあの中国と仲良くするとまあ、いろんなメリットがあるんじゃないかなと思いますけど。